皆さんこんにちは。もう一つのグループはこちらにいます。はい、では名前、お名前を伺いしてもよろしいですか。じゃあ女性の方。中川あゆみです。郷田明夫です。中川浩二です。紀藤隼人です。はい、徳丸隼人です。斉藤光です。おー、すごい。こちらは何のグループですか。獅子舞をやっております。東京さぬき獅子舞です。すいません、獅子舞は何ですか。獅子舞ちょっと一言で簡単に説明いただいてもよろしいですか。まあ、神に仕えているあの土地を清めて舞う聖獣、聖なる獣です。こちらですか。はい、この素晴らしい。おお、すごい。あのいつ設立、あのいつからやっていますか。こちら、この団体は2017年からですけれども、この元になっているお獅子はもうずいぶん昔からあります。なるほど、はい、すごく可愛いですね。髪の毛はすごい。耳です。おー、すごい。あの本日はこちらで何のパフォーマンスをしますか。日本にはいろんな種類の獅子舞があるんですけれども、私たちは香川県三木町に伝わるボタン崩しの一つを演舞させていただきました。はい、では11月29日 YouTube で生放送で流されているイベントに見てくる、あのイベントを見たいお客さんにちょっと一言ありますか。メッセージがありますか。はい、見たことのない獅子舞をお見せいたしますので、ぜひ皆さん日本の文化の獅子舞楽しんでください。はい、楽しんでください。